ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。佐伯君、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がアルピナ XD3 オールラット2019年式9000キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。ちょっと久しぶりの紹介になっちゃいましたね。そうですね、半年ぶりぐらいかもしれない。飽きすぎです。はい、はい、というわけで今回も、はい、佐々木くんとお届けしたいと思います。で、今回ご紹介するのが XD3 ということで、はい、いいのがやってまいりました。やってまいりました。ただちょっと最初にご紹介させていただくと、あのアルピナ、多分このチャンネル見てくださっている方だと何ですかそれっていう人は多分ほとんどいらっしゃらないと思うんですよね。で、今回ご紹介させていただく答えは割とこう手軽にというか、そうですね、はい、もうがっつりなんかこう個性的に仕上げてとか、もうオプション全開でっていうよりかは割とこう必要最低限のオプションで、はい、こう乗りやすくまとめた1台、そうですね、はい、なるみたいです、はいはい、なんでそんな車を外装からご紹介させていただきたいと思います。で、まずはもう普通の X3 と違うところがもうこのリップスポイラー、はい、これめちゃめちゃかっこよくないですか。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。このハーフタイプなのにこんなにかっこいいバンパーがあるかっていうぐらい、はいはい、ちゃんとまあ控えめですけどちゃんと主張してて、でこの部分が交換してあるってことですかね。そうですね、下ですかね、はいはい、でこのスタイルもちょっとこのなんていうんですか、この下側が板みたいになりつつ、はい、ちゃんとこうボリュームを持たせたデザイン、はい、そしてこの XD3 の場合はこのアルピナロゴが浮いてるんですね。立体ですね、はい、こうセダンなんかだとここが結構平らなんでそこにこのロゴがあったりしますけど、この場合だと浮いてるという。ただちょっと足は割と目立っちゃうんで、まあそうですね、ちょっと足目立たなくしたいなって個人的にはちょっと思っちゃいました。ただ本当にこうスタイルがかっこいい、めちゃくちゃかっこいいです。そしてそれに合うこのデコライン、これもいろいろ色があるんですよね。そうですね、はい、確かシルバーだったりとかっていうのは無償の、無償で、はい、なしも選べて、なしも選べたり、はい、シルバーと、はい、あとゴールドなんかもあったり、はい、まあ、ちょっとその辺は個性が多分出てくると思うんで、まあ、今回シルバーで割と乗りやすいですし、まあ、主張もまあそこそこちょうどいいかもしれないです。ある感じなんでちょうどいいかなと、はい、あとアルピナのエアロっていうと、あの基本的にこうデザインありきじゃないらしいですね。基本的にはその機能ありきの、そこから出てきたデザイン、はいはい、機能美ってやつです、はい、であとはなんかその揚力がゼロになるようにデザインされてるらしいです。考えられてるんですね。でこうダウンフォースをこう極端にこう得るようなデザインじゃなかったりとか、はい、逆にこう揚力で浮き上がる方の力が基本的にかからないようなデザインになってるそうです、はいはい、あと基本的にベース車両は、M40D、はい、ということで、はい、まあ、基本の装備だったりはその辺に全部準ずる形ですよね。そうですね、はい、だと早速横行きましょうか。横に行くとこちらがオプションですね、オプションのですね、はい、アルピナクラシックっていう名前の22インチのタンズホイールになります。で標準が20インチの20インチエアバルブが見えないやつですよね。はい、そうですね。あっちはあっちで僕好きなんですけど、はい、まあ、全体的なスタイリングで言うと、はい、やっぱり車も大きいですし、はい、22インチ結構割とこう、あ、もう絶対こっちの方がいいと思います、はい、ただ乗り味が結構これでタイヤの厚みが変わるんで違うっていうのはいろんなところに見えました。あ、なるほど、はい、なのでちょっとこれはその後乗ってみたいと思います、はい、ただ22インチだと、まあ、バルブ出るデザインではあるんですけどかっこいいよね。めちゃくちゃかっこいいです。走ってる姿見るともうやばいですね、はい、貫禄ありますね。 そしてもう車がこれでなんかすごく完成されてる感が出てきちゃうので、わかります。あのうちの仕事がないです。ないですね、はいはい、もう変えましょうとか塗りましょうっていうちょっと言いづらい、はい、そしてあと注目なのはタイヤ。こちらピレリの当然22インチ装着されてるわけなんですけど、これがピレリと共同開発の専用タイヤになるということで、どこかな、あ、ここですね。ちゃんと ALP のロゴが入ってる。だパターンもよく見るとちょっと他のピレリになかったデザインじゃないかなと思います。こんなの装着されてる。だからもう車トータルでなんかこうありものをこうくっつけて合わせて仕上げましたっていうよりかは、はい、もう本当に一から全部、いいですね、はい、アルピナの思想に基づいて全部作り直してるという、はい、こんな感じのホイールになっております、はい、そしてキャリパーの方がこれはサイズ的には変わらないのかな。変わらないかもしれないですけど、オプションで
一応ドリルドディスクのものも選択可能ですね、はい、395倍。そうですね、はいはい、でサイズは変わらないんですけど、標準のものでもプレーンの395倍のがついてて、はい、僕パーツリスト見たんですけど M40D より一回り大きいものになってました。あ、そうなんですね。 M40D が、350倍ぐらいじゃなかったな確か、はい、で何のローター使ってるのかなと思ったらこれが、X3M のローターと同サイズなんで、多分それがそのまま流用されてるんじゃないかなって気がします、はい、そしてその佐々木君がさっき言ってたオプションのドリルのローターになると、リアも同サイズの395倍になるということで、はい、まあ、とんでもないサイズ、はいはい、ブレーキの制動力になると。でこれがどうしてもその最高巡航速度が桁違いなんで、うん、まあ、その辺必要になってくる。そうですね、はい、確か最高巡航速度が251キロ2キロ、半端ないですね見ましたか。しかもその最高速じゃないんだよね、はい、巡航ですね、はい、アルピナだと基本的に巡航できる速度で250キロで巡航できる SUV ということで、はい、もうちょっと桁外れ、もう国産車のこう感覚でいうともう全く別次元のないですね、はい、車になってくる。でそれが22インチになると若干こう最高巡航速度が下がって、確か248キロぐらいになるのかな、多分その外形だったりだとか、はい、まあ、あとはその重量的なものも多分あると思うんですけど、はい、まあ、その辺の違いがあるということです、はい、であとはこのデコラインが、デコラインですね、はい、後ろ前続いてたりとか、はい、であとちょっと下見で僕があれこれ何でしたっけなんて言ってましたけど、このカーテシーがついてたりとか、はいはい、であと基本的にはいろんなとこが黒でまとまってるんで、はい、確かこのルーフレールの色なんかも、そうですね、オプションで黒く、はい、しております、はい、選べたかなっていう感じですけれども、今回のものはもう非常に全部黒でまとまってるんで、まあ、スタイリング もう申し分ない感じです、はいはい、そしてリアも同様に22インチ、もうリアもだから十分ですよね。だから本当にこれでブレーキ入れる、まあ、もちろんその豪華になりますし、はいはい、まあ、制動力もアップするんですけど、はい、まあ、非常に十分かなと。これでそうですね、はいはい、そんな感じがします。あと今回ちょっと開けちゃいましょうか、はい、はい、ベースが、M40D ってことでディーゼルになります、ね、そして最近のディーゼルなんで、アドブルーを入れるタイプ、はい、こんな感じになっております。そしてあと後ろですね。後ろもまあ基本的に前に習って、まあ、スポイラーがついてて、あとマフラーが専用のものが、はい、4本出しですね、はい、で M40D だとあのちょっと台形というか、はい、のちょっと異形の2本出しになりますけど、はいはい、まあ、4本出しになると。でアルピナだと結構アクラポのマフラーが装着されてなんかにするんですけど、はい、あの僕下潜ったんですけどこれは分かりませんでした結構アクラポって入ったりするんですけど、はい、ちょっとこれ入ってなかったら多分違うんじゃないかなっていう、いろいろあります。ちょっとこの素材の感じとか溶接の感じはちょっとアクラポな気がしないでもないかなって、ちょっと自信がないです、どっちか分からないです。ただあの車ディーゼルなんで多分マフラー変えてあることに対しての音の変化って多分ほとんどないんじゃないかなって、はいはい、まあ、とてもまあ静かですし、はい、まあ、ちょっと性能的な部分だったりだとか、あとビジュアル的な部分の方がちょっと多いのかなっていう、そんな気がします。あとまあしっかりXD3 の、はいはい、まあ、これがもうアルピナの SUV の走りですから、はい、SUV じゃないですね、 SAV ですね、 SAV ですね、はい、の走りですから、ここから SUV、SAV のアルピナがスタートしてるんですよね。あ、そうなんですか、はい、で今あの XB7、はい、XB7 今だともう XB7 だったりもありますけど、はい、まあ、基本的にはこれの1個前の XD3 が、はい、一番最初の、はい、ただビターボがなくなっちゃったんでちょっとこの辺寂しいかなっていう感じは否めない。そうですね、こんな感じのエクステリアになっております。じゃあ続いて内装見てみたいと思います。で内装の前に鍵もちゃんとアルピナのロゴになっております。でもここまで BM のマークを消すんであれば僕的にはボンネットとトランクの BM マークも消してほしかったという。そうですね、気になりますね。多分大人の事情があるんだと思います。でちょっと早速中見てみたいと思います。まあ装備関係に関してはまあ、何度も繰り返してますけど M40D なんで、はい、まあ、基本的には全部ついてると思っていただいていいんじゃないかなと。ただプラスアルファしてその快適装備だったりとかっていうのが、まあ、同じようにオプションになっております、はい、でもうアルピナっていうとこの上質なレザーが定番ですけれども、今回の場合は、標準のバーネスカレザーなんで、シートなんかに関しては、まあ、基本的には変わらないのかな M40D と。
背中のところにアルピナのロゴが入ってたりとか、まあ、ちょっとアクセントが加わってる感じになります。ただステアリングに関しては、ラバリラ、はい、ラバリナです、はいはい、なんかさっきレバニラとか言ってるやつがそんな不届きがものがいたんですけど、はい、ラバリナでございます、はい、非常に上質なステアリング、はい、これねもう本当にこうずっと触ってたくなる、はい、ちょっとまあ細身でちょっとしっとりした感じですかね、はい、特に BMW のこうスポーツモデルとか太かったりするので、はい、もうちょっとこう本当にあれっていうぐらいちょっと違いを感じる、はい、そうですね、シェアリング、はい、そして本当にこう手に吸い付くよね。確かに、はい、ちょっといいレザーってこういうんだなっていう、わかります。でステッチは上半分がブルーで、はい、下半分がグリーンになってグリーンですね、まあ、いわゆるアルピナカラーのステッチになってると。でこのレザーがちょっと話戻っちゃいますけど、なんか子牛のレザーらしいです。牛ですか、はい、牛もだからこの子牛、ちっちゃい 牛、はい、子供の牛、はい、のレザーなんで、まあ、非常にこう柔らかさがあって、はい、まあ、上質、はい、だともう一つ違いとしてはパドルがスイッチトローニックになって、はい、そうですね、でこの辺がもうなんか全てを物語ってますよね、はい、なんかもうスポーツじゃなくてあくまでこう控えめこそなんか美学みたいな、はいはい、そんな感じのスタイリングになっております。ちょっと乗ってみたいと思います。乗るとですねやってまいりました、このメーターです。はい、液晶こそにこそなってますけれども、はい、もうこの目に飛び込んでくるこの青い、そうですね、はい、最高です、はい、アルピナ専用のメーターになっております。ただ基本的なこのデザインというかは当然 BMW X3 のものを継承してるんで、まあ、他に関しても全部、まあ、見慣れたというか、本当にだからめちゃめちゃマニアック、はい、そうですね、で本当にこう車好きの究極の人が選ぶ車っていう感じがします、はいはいはい、そして、先ほど触れたステアリングはこんな感じでちょっと細め、ただサイズに関してはもう全く変更なし、本当に最高なんです。めちゃくちゃいいです。そしてスイッチのこう押した感じも本当にこうカチッってきますけど、はい、ちょっと本当にこう知ってる人じゃないとこの優しいというか、うん、はい、上質な感じですか、ね、独特な質感になっております。であとは今回の車はオプションのステアリングヒーターなんかもついてたりとかしております。あとオプションのヘッドアップディスプレイもついてあります、はい、欲しい装備がついてる感じですね今回。そうですね、一通りは選択されています。そしてアルピナ標準になるこのウッドのトリムもついてて、あとナビ周りに関してはもうこの辺まるまる BMW そのまんまなんで、これをちょっと僕的にはメーターこんなに変える労力あるんであればここもちょっと XD3 にしてほしかったなっていう、ね、気になりますね。だこれちょっとこうリップとコイルだけでもせめて、はい、そんなことを毎回言っております。そしてあとエアコン周りに関しては、ベンチレーションシートヒーターも今回の車ついてると、はい、そしてこちらの車はシンクロボタンもついてるので、まあ、この辺デュアルですけど便利に使っていただけるかなと、はい、あとここですね、はい、アルピナのエンブレムが入ります。そしてこの辺なんかに関しても全部一緒かな、一緒です、ほぼ一緒です、ね、一緒ですよね、はい、はい、であと、まあ、車がもう M40D なんで、まあ、カメラ関係だったりサポート関係だったり全部その辺もしっかりついてきます。そしてこの辺も丸々一緒だと思います。 USB があって、はいはい、AX があって、そしてあとここちょっと触れておきましょうか。モード切り替えでこんな感じで表示が変わると、はい、ただこれなんかスポーツにしても赤くしたりしないのが、あ、いいですね、アルピナですね、ちょっとこの控えめなのがすごくいいです、はいはい、結構こう赤くなっちゃったりとかするのも多いですけど、このアナログ表示は変わらないし、はい、スポーツにしてもちゃんとこの針こそ緑色になりますけど変わらないこのメーターが最高でございます。そしてあとは、シートナンバーサポート、こちらがオプションのものがついてると、はい、ちょっとごめんなさい 4A だか 3A だか分かんないですけど、一応前後ろと上下、はい、ついております。そしてあとは上行きましょうか。天井関係に関してはこれはもう全部一緒、はい、そうですね、はい、パブリックの黒いルーフになってて、これちょっと剥がしたいです僕。わかります、はい、あのですねちょっとこれもうこのままになってますけど、下見でこれを開けたらペリペリペリって、
これとこれがくっついちゃってるんですよ、ね、あ熱で、はいはい、でもこの辺なんかはちょっと車検証の中に貼っといていただいて、はいはいはい、ちょっとせめてこれだけちょっと僕剥がしたいなと思ってしまいました。ちょっと気になりますね、はいはい、そして今回の車はサンルーフパノラマ、はい、ついてございます、はい、ついております。これは結構するんですよね。そうですね、約21万ですね、はい、しますね、はい、ただこの開放感は絶対つけといた方がいいなって思いました、はい、でかくない？大開口なんで。そして開くという、これ最高すぎやしませんか？いやめちゃくちゃ最高です。後ろまで広く開いてるんで、はい、で後ろの開放感がすごいよね。そうですね、こんなのもついてると最高でございます。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。じゃあ後ろの席は佐々木くんレビューでお願いいたします、はい、快適性と装備のところを見てくださっている方に伝えていただいてもいいでしょうか？はい、はい、お邪魔します。まずシートはやっぱり柔らかいです。ざっくりすぎます。ざっくりすぎますけど、割とクッション柔らかめで、割と柔らかめです、はいはい、ちょっとこう凹凸がないデザインなんで、そうですね、あまりホールド性良くないのかなっていう気はしますけど、はい、少し沈み込む感じ。そうですね、これはこれでめちゃくちゃいいと思います、はいはい、この辺なんか割と柔らかいんで、はい、見た目以上にはまあ柔らかいかな、そうです。あとはリクライニングがついておりまして、はい、これが一番倒した状態になります、はい、だいぶゆったりです。これもオプションなんですよね？オプションになります。確か2万円ぐらいのオプションが、はい、なってると思います、はい、そしてあと装備関係に関してはリアシートヒーターと、はい、シートヒーターとエアコンが独立のものがエアコンになります。はい、はい、ついております。スペース的にはいかがですか？もう広いですね。このサンルーフもう大きく開いてるんで、もう開放感バッチリですね、はい、佐々木君は身長が168センチです、はい、上も全然余裕ですね。もう全く広々ですね。もともと X3 という車がすごく快適性が高い、そうですね、はい、車なんで、まあ、それはそのまんまなんで、まあ、非常にほぼアルピナのキャラクターとも合ってるのかなという気は僕はしました、はい、バッチリです。でちょっと前で触れるの忘れちゃったんですけど、マットも専用のものになるんですよね、はい、そうですね、アルピナのエンブレムの入った、はいはい、入っております。この辺もさりげなくていいじゃないですか、はい、まあ、もちろんこれいろいろやりようがあるんでしょうけど、はい、なんか控えめこそっていう方にはそうですね、持ってこいな標準のこのマット、はいはい、非常にコンディションもいいんで非常におすすめでございます。じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、この辺はもう、はい、特にアルビナだからっていうのもそうですね、はい、まあ、電動、もちろん電動ですし、はいはい、確認だけでお願いいたします。そしてサイズの方が、通常550リットル倒して1600リットルということで、はいはい、まあ、この辺は全く一緒なんで特に確認程度でいいかな、はいはい、で一応この下は、新品未使用のネットとあとは収納スペースがちょっとある、はい、こんな感じになっております。じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。エンジンの方が、はい、じゃあ333馬力、はい、直六3リッター、はい、ディーゼルターボ、ディーゼルターボで、これが、まあ、見た目ほとんど変わらないんですけれども、まあ、クーリングの部分だったりとか、はい、インテークだったりとか、はい、あと一番大きな部分としてはタービンですかね、はい、なんかシーケンシャルのタービンになってるとかっていうんで、はい、まあ、ちょっとファインチューン程度に収めてたと、はい、ただ蘇生が良すぎる気がします僕。そうですね、はい、これスペック見えました？スペック、はい、333馬力トルクが71キロ、はい、僕なんでこれ71キロって言ってるかっていうと現行 M3 よりパワーが出てると、はい、トルクが出てるという、半端ないですね。でもディーゼルだから、まあ、トルクがすごく出てるっていうのもあるし、はい、最近こうターボが当たり前になってきてるんで、はい、昔だと 1000cc1 リッターで10キロっていうのが、まあ、おおよその目安、はい、だ NA だったら、まあ、大体5リッターの車だったら50キロぐらい、はい、それがこう3リッターでついに70キロというで、やっぱり車をこう前に出すのってこうトルクなんで、はいはいはい、重たいペダルを漕ぐのもトルクなんで、はい、やっぱりそこがすごく数字がでかいとなると、やっぱりこう 2.1トンかな、はい、のボディが、まあ、とんでもないこう出足で出てるという、はい、そういうのが容易に想像できる。でカバーもしっかりアルピナが入ってたりとか、これがキャブレターと、クランクですかね、はい、これ初見の時に僕はクランクじゃなくてサスペンションに見えたっていう話をしたらすごくバカにされました、はい、見えますね、はいはい、そしてちょっとさっき話がありましたけど、ここはアルピナなのに BM のカバーを、はい、
削っとけよって言った人がいましたけど、あとボンネットのちょっとポイントとしては、ちょっと動画であんまり出せないんですけれども、車体番号が一応削られてアルピナのものになってる、はい、でこれ僕削られる前、バッテリーになる前 の、 あの車体番号気になったんで、はい、車体番号で車 の、 そのオプションとか調べるサイトがあるんですけど、入れたらもうドンピシャで2019年式 の、 あの M40D が出てきました。あ、そうなんですか。あ、で本当にそれをベースにこうやり直してるっていう、でも全然こうベースグレードのやつをやってるんじゃなくて、ちゃんとそのベースの M40D でやり直してる。あともうちょっとだけいいですか。あと足回りが、もうアルフィナだと基本的に全部専用のものになると、はい、でこれ電子制御じゃないのかなと思ったんですよ、はい、電子制御だとこう上からこうカプラが入ってたりするので、これなかったんで、はい、違うのかなと思ったら、これ足元この下側にカプラが刺さるタイプの電子制御のダンパーになってて、まあ、一応それがモンローのサスペンションみたいです、はい、モンロー知ってますか。わかんないです。超巨大サスペンションメーカーでございます。あ、そうなんですか、はい、でそこで独自チューンになったと、はい、で250キロ近い巡航ができるセッティングになってるらしいんで、ちょっと乗ってみたいと思います。噂じゃ結構硬いらしいんで、はい、セダンだともうめちゃくちゃこうしっとり、そうですね、はい、な乗り味っていうのが定番らしいんですけど、この車に関してはちょっと硬めのセッティングらしいんで、ちょっとその辺乗ってみたいと思います。続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。行きましょう。はい、もうなんて言ったって、はい、X3 がめちゃめちゃ良くない、はい、めちゃくちゃいいです。欲しいです、ね、X3M をあの、はい、名古屋店でご紹介させていただいた時に、はい、感動しました、はい、早いし装備いいしめちゃくちゃいいですよね。だってもう快適サポート装備ついてて、はい、置くだけ充電ついてて、ついてますね。シートヒーターベンチレーションついてますね。言うことないです、はい、これをアルビナがさらにやり直したなんて言ったら、はいはい、贅沢ですね。贅沢すぎます。ただ真骨頂のところへ行けば、はい、このレザーを全部に持ってって、はい、確かに、はい、まあでもハンドルだけでも特別感あるんで、はい、ただそれやるとなんか100万円以上のオプションっていうことで、はいはいはい、大変なことになっちゃうんですけど、まあ、程よいアルピナということ で、はい、今回はうわハンドルやっぱり細いっていうか、ちょっとアルピナをブーンで道路に走り出すのは初めてでございます、はい、私よかったです、はい、ハンドル細っ。細いのもいいですよね。いい、特にね M 太いじゃん。太いです。多分特に細く感じます。はい、そうですね、はい、そして基本的には全部こうアルピナでやり直されてるということで、はい、ただちょっとその硬いとかって書いてあったのは、はい、やっぱりこうセダンと違って重心が高いのと重たいんで、はい、それをこうふらつかせないで250キロで走らせようってなると、あ、なるほど、やっぱりちょっとこう乗り心地の良さと、はい、その巡航できるそのスポーツ性能を両立するのはやっぱりちょっと難しいと、はいはいはい、の落としどころがここだっていうのをいろんなところで見ました、はい、なるほど。あ、ただ全然硬くないよ。いや、多分こうやって走ってる分には硬いって感じる人っていや、あんまりいないんじゃないかなと思います。ああ、硬いっていうか、こうなんだろう、芯がある。はい。最初の入力に関しては全然硬くない。はい。むしろ路面めっちゃ捉えてるよね。捉
揃えてますね。しかもそれがハンドルが細いことで、うん、結構伝わってくるなと思います。めっちゃしっとりしてるよこれは、はい、これびっくりだね。すげえしっとりしてる、すごいです。確かにこのタイヤの薄さとちょっとショック、はい、スピード出して大丈夫だろうなっていう車のそのショックの大きい、はい、そうですね。芯があるふにゃふにゃしてるじゃなくて、はい、SUV って結構その大きければ大きかったり重かったり重かったりするから、はい、するほどなんかこう船漕ぐようなこうゆっくりなそうですね挙動になるじゃない、はいはい、それはない、はい、すごいこれめっちゃしっとり。そうですね。いやこの安心感のある硬さというかなんかちょっと車がなんか重く感じる。でも重いっていうかなんかなんだ重厚感がある。はい、それは感じますね。感じるよね。どっしりしてる感じというか、なんかもうワンサイズ上のなんかビッグセダン乗ってるみたいな、はい、高級セダン乗ってるみたいな感じだ。はい、そしてちょっとじゃあめっちゃトルクあるよ。いいですね。すごい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 、やばい。一瞬でこう加速するような、これね、はい、ストレスフリーだよ。すげえ。ちょっとアルピナ初体験でございます。私いろんな車乗せていただきましたけど、はい、あの道路にブーって乗り出すのはちょっとアルピナ初めてでございます。これいいね。ディーゼルの振動っていうのも、いやもう感じない。2000回転超えると感じないね。はい、音はちょっとその外で聞くよりやっぱりメガノイズ聞こえるけど、はい、けど2000回転以下だったらディーゼルのガラガラ音全く聞こえないし、聞こえないですね。もう2000回転以上だと聞こえるけど揃ってるんで、はい、全然不快な感じしない。何よりこの出足の良さ、うわやばくない？だって踏んでないよ全然。これすごいぞ。これ走らせて不満に思う人ってほぼいないんじゃないですかね。いやいや多分まずいないでしょ。いないと思います。そしてこの車好きのちょっと究極の人たちがここに行き着くっていうのは分かります。アルピナやっぱり何台も乗り継ぐ人っているじゃないですか。やっぱり気持ち分かりますよね。これに変わるものはないですよ。はい、ただ日本のその車好きな人ってやっぱりこう結構刺さってるみたいで、はい、なんかアルピナの総生産台数のなんか すごい少ないんでしょ。年間で1600台でしたっけ、はい、ぐらいしかなんか作ってないとか、はい、うち 20% から 25% ぐらいが日本向けらしいです、はい、あそうなんですね。だから日本人に結構その刺さってるというか、はい、好きな人が多い。道路事情とかもマッチしてるんですかね、うん、日本は。確かにこうチューナーってなると結構ワイドボディにしたりとか、はい、ちょっと派手なこうマフラーサウンドだったりだとか、はい、そうですね。ちょっと僕のこう勝手なこうイメージだけど、はい、なんかその日本人ってちょっとこう控えめこそこう、はい、いいよねみたいな、そうですね、雰囲気がちょっとこう、はい、古い考え方かもしれないですけど、はい、あるじゃない。あります。なんかそれになんかすごくマッチしてる感じがする。そうかもしれないですね。やっぱりちょっと世間体もっていう人だとやっぱりこうちょっとあんまり派手な、はい、マフラーうるさくてワイドボディでみたいな、はい、ただちょっとやっぱり人通りよりワンランク上の、はい、うん、上質な走りを楽しみたいっていう人には、はい、もうこれ以上ないよね。ちゃんと特別感も感じますし、うん、はい、これはすごい。そしてじゃあちょっといいですか、はい、ここの準備は。これ速いぞ。めちゃくちゃ速いですめちゃくちゃ速いのに、なんだろう、全然ね、怖くない。そうですね、そうですね。もちろん4駆だからトルクステアになることもないし、はい、ちゃんとこうパワーの出方、つなぎ方、はい、ちゃんとしてくれてるんで、はい、全然大丈夫。なんて言うんでしょうね、うん、本当にこれあれかな、ミッションも変えてあんのかな。僕読んだ読み物だと、はい、ミッションのそのやり直しというか、はい、チューニングに関しては何にも触れてるところはなかったんですよね、はい、どうなんですかね。でも恐怖感っていうのはほとんど感じないですね。ないよね、はい、けどね、信じられない速さで法定速度なんですよ今自分でメーター見てびっくりした、はい、こんなに瞬間的に法定速度になるのかっていうぐらいの加速してましたけど。
すごいな。いいですね。これがこの分かりづらさっていいね。はい。むっちゃ速い。これはちょっと日本だとそれこそ250キロ巡航どこで出すんですかって感じだけど、はい、やっぱりそれが耐えうるボディだったりブレーキだったり、はい、今の感じだったらなんかいけれそうな感じしますよね。これ新東名そのもう120キロぶっ飛ばしたりとかしたらもう超多分快適だよ。これ快適ですね。でディーゼルだから燃費もいいし。はあ、これいいね。振動とかどうですか？特に全然全然ないですよね。全然ないです。ただ一個だけ欠点を言っていいですか？はい、この車の、はい、私、はい、あのディーゼルのちょっと匂いだけが気になりました。あ、やっぱアドブルーの独特の感じありますね。はい、ちょっとケミカル臭というか。はい、ちょっとオープンなとこ止めとく方はいいんでしょうけど、はい、多分この手の車だとガレージに入れとくとかだとかも少なくないと思うんですよ。はい、だからガレージの中でかけっぱなしにしたりするとちょっとこの充満してそうですね、ちょっとあんまり普段嗅がないこの匂いが充満しちゃうっていうのはちょっとどうなのかなっていうのはちょっと思いました。私それはありますね。はい、ただそれを差し引いてももう本当に欲しいです。そうですね、はい、いつかもうちょっとスーパーカーをフルオーダーしたいっていう願望もあるんですけど、はい、アルピナを自分の好きに作ってみたい。いいですね。大人ですよね。憧れますね。でこれですごく派手にしてもいいし、はい、すごくこうシックにまとめてもいいし、もう本当にインディビジュアルとかでも細かくできますけど、はい、もうそれを超えるこう細かさでいろいろできるんですよね。はいはいはい、ちょっとやってみたいです。それこそヘッドレストにひし形のプツプツプツっていうのをあれを入れるだけで2万円だっけ5万円だっけそんぐらいしますね。あったりとか。これすげえなー。めちゃめちゃしっとりしてる。本当に乗り味が。ブレーキめっちゃ効くし、しかもブレーキ強いですよね。びっくりしました。でもね、全然扱いづらくないの。はい、すげえタッチがいいの。あ、そうですか。うん、なんかね、全部タッチがいいのよ。ステアリングも、はい、もうやっぱ分かんない、どこまで味付けを変えてるのか分かんないけど、はい、これ握った感じかな。いや違うと思うんだな。なんかね、この重さとなんかフィーリングが BM と違う気がする。こうどこまで考えられてるか分からない。もしかしたらプラシーボかもしれないです。エクステリアのかっこよさから来るプラシーボかもしれないです。いや、これでも走ってる姿めちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいいね。後ろから見ても横から見ても。ちょっと最初アルピナカラーじゃないんだとか思ったけど、はい、そんなこと言ってすいませんって感じです。はい、これはすごいよ。これちょっとなんかもっと知ってほしい、みんなに。そうですね、分かる人には分かる。で、分からない人からしたらちょっとエンブレムの変わった BMW じゃない。ただの、そうですね、うん、線の入ってる BMW じゃない。はい、乗るとやばいね、これ。びっくりした。欲しい。ぜひ皆さん欲しいです。はい、正直 X3 は欲しいと思った。はい、家の車にちょっとやっぱりうちの子供まだちっちゃいし、はい、X3 サイズいいし装備いいし、はい、走りいいし、はい、X3 いいなと思ったの。はい、ただ M 買えないし、はい、ちょっと高すぎて、ちょっとサラリーマンには。はい、で 40D いいなと思ってたの。はい、40D のさらに上を行くちょっととんでもないのがありました、ここに。これすごい。ちょっと、ね、動画抜きで本当にすごいよ、これ。よかったです。乗ったこれ。乗りました。ちょっとまあぐるっとですけど。超しっとりじゃない。はい。何これ。タイヤもあるのかな。ああ、まあやっぱり専用開発してるだけありますかね。うん、だからちょっとタイヤなんか正直はい、変えちゃっていいじゃんと思ってたの。はい、BM の認証マークがついてたタイヤとかあるじゃない。はいはい。いやいやいや、もっといいのあるから変えちゃっていいじゃんと思ってたの。はい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 、これ変えちゃダメかもしれない。そうですね。ちゃんとピレリのこの ALP 入ってるやつじゃない、はい、ダメかもわからない。タイヤ効果も大きいかもしれないですね。
これちょっとエコタイヤとか絶対しちゃダメだね、あんのかどうか分かんないけど、ね、22インチ、いやちょっとこれ最高だった、これは最高でした。いやこれね絶対ね乗ったらね欲しいっていう人ね絶対いっぱいいると思う、はい、そうですね、ぜひ乗って、これは乗ってびっくりしたシリーズちょっと最上位、はい、ちょっとダントツぶっちぎり DG かもしれない、これ、はい、いろんなこう乗ってびっくりした車あるけど、はい、ぶっちぎってるねこれテンションが上がっていただいて、いやこれはすごいよ。ちょっとはい、このバックの音とかもあなんかいろいろ特別感がもうちょっと欲しいなって思っちゃう、これだけいいから、ね、いい車だから、はい、だでもそこじゃないんだよね多分、この控えめの、はい、BM の延長線上であるっていうのがこの最大のこう、そうですね、意味合いというか、いやーこれびっくりしたって言ってた、すごい BM が丸2のターボじゃないのか、丸2ターボですね誰かのターボ、いやーすごいこれ、よかったです、めっちゃいいよ、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今回はアルピナ XD3 オールラットをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。